今日午前、道の駅宗像では敷地内に完成した観光ステーション宗旅ラボのオープニングセレモニーが開かれました。宗旅ラボでは自転車の貸し出しを行うほか、車で道の駅を訪れた人でもサイクリングで見られる宗像市の景色を疑似体験できる設備が設けられています。サイクリングキットしていろんな人にこの本当の宗像のこの風とかこの空とかこの空気感を味わってもらう。来月開かれるツールド九州では宗像大社がゴール地点となっていて、市の担当者は自転車でしか感じられない宗像市の新たな魅力を見つけてほしいと話しています。